ありがとうございます。遅い方が偉いジョギングイベント、ジョグトリップの主催者、アミリンことアミモトです。えー、先日ですね、初体験をしました。うん。いきなりステーキですね。先日、あの、大村ムン一周ウルトラジョグトリップのオアシスをお願いで、こう、大ームンをぐるっと一周しまして、で、最後に、えー ハウステンボスの構内にあるイキナイステーキに、えー、行ってみようということになりましてうちの嫁さんと行ってきました。<laughs> でねやっぱりこういきなりステーキも一世を風靡しましてそれからあーなんかこう報道塔を見ているとだんだんこうなんだその 王子の勢いも旦那だんこな伝えてきておいおい大丈夫かなと、えー、これはあの店舗がなくなってしまう前に一回は行っとかないといかんということの使命感に燃えまして行ってきましたであのー、結局あの肉ステーキですよ肉を食べるんですけども、うん あの周,りを周りの席に座っている方、まあ、家族連れとかです、ね、見ているとです、ね、皆さんやはりライスともう、ね、サラダとか、えー、肉単体だけ頼んでる人ってやっぱいないみたいですねやっぱこうセットものとかいう形で食べていらっしゃいましたけども、えー、私たちはあのちょっとやっぱあの昼ご飯でですねしっかり食べていたのでそれほどこう腹が減ってないなかったので、えー、肉のみ。 肉のみ <laughs> ご飯もない、えー、付け合わせとかのお野菜もないということで頼んでみましたもうシンプルですねあの基本的に私ですね始めていく店に関してはあーラーメンとかでもお基本を頼むようにしてます、えー、ラーメンだったら普通のラーメンの並みとかですね、えー、いう形で頼むようにしてますというのがやはりこう 定番メニューというのが一番こうねその店の味なりが出ているのかなと思っております。ということでいきなりステーキでもいきなり肉ですね。肉のみ。でえっ、ー、とアンガス牛サーロインステーキということで、えー、の 200g ということで夫婦とも同じやつを頼みまして <coughs> あの私はレアうちのおさんはミディアムということでの焼き具合で頼みました。で えね、エプロンをこうしまして、ねえー、子供みたいなエプロンをしましてこうちう、ねえー、の目さんはこうね、えー、私がウキウキとこうエ,エプロンをしているのを見て「あんた妙に張り切ってるね」っていうことで言ってましたけどもね張り切りますよね初めてのことは、ね。ということで、えーね、出てきました重々、えー、鉄板の上にですね肉がドンと乗って肉だけじゃないんですよね玉ねぎとかんとかもちゃんとあ,のあるんですよ肉の下にですね。 それとかあのコーンとかも載ってまして本当の肉だけじゃないんですけどもですね出てきたらそれを、えー、フォークとナイフでもってシャカシャカシャカとカップ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 とね美味しかったですね本当にあのえー、まあ値段的にはそん、うん、むちゃくちゃ安い安いのは安いんでしょうけどびっくりするほどの安さじゃないんですよねでもやっぱり味はやっぱり美味しいですうん。 やっぱりね。あのー、それだけ肉専門店ステーキ専門店だけのことはあるかなと思っております。ね。食べながら思ったのがあ、やっぱり肉は美味しいなあと思いました。あ、やっぱあのーああのー？なんちゅうかな。基本的にというのは原始的にって言うかな。あのー、やっぱり肉を欲してるんだなと思いました。 であの私一時期ですねちょいろいろな本を読みまして「えー、肉は体に悪い」という本を読んだ,読んだことで一時期まあ1週間か2週間か1ヶ月間ぐらいできるだけ肉は取らずに野菜とか果実を中心にということをやってましたけどもどうしてもですねやっぱ物足りないんですよ、えー。本当にそれこそ草を噛むような <laughs> みたいな感じでですね。で結局うーまあ うん、肉,に戻っ肉に戻ってきたっていうか普通常の食生活に戻ってきてたんです。で最近ですねあの運動生理学とかですね、えー、腸の不思議とかいう、えー、体に関する本を読んでると、えー、人間の栄養分 <laughs> ですね、えーえー、アミノ酸糖質 脂質です、ね、この3つが3つのですね栄養素が必要だということでそのうちのアミノ酸アミノ酸っていうとはあタンパク質ということで、えー、日本人,人間の主な体を作る成分、ねえー、のアミノ酸っていうのは肉から食うんですけども、えー、本を読みますとそのアミノ酸をアミノ酸を吸収する一番 効率的なのは、えー、他の動物の肉を食べると、やっぱり肉が一番効率的にアミノ酸を吸収できるらしいんですよ。えー、ですからあの植物性タンパク質よりも動物性タンパク質の方が吸収しやすい。なぜかというと、えー、まあ、動物だから哺乳類の肉っていうのはやっぱり私たちも哺乳類ですから、えー、アミノ酸のなんかな成分が似てるらしいんですよね。うん。 似てるらしいんですですから、えー、哺乳類の肉が一番高吸収しやすいらしいんですよねあーなるほどとあねあのー、そうかとそうするとやっぱり何のかの言ってもやっぱり肉が一番人間の体を作る元になったり栄養エネルギーになったりするんだなということに納得しているところですやっぱりの えね、何の感の言ってもやっぱり人間は動物なんですよね動物もうこうやって食べながら思いましたなんかおいしいなーってももうただ単に動物としておいしいなと動物のアミリン動物アミリンとして肉を食べておいしいなとで、ね、焼き加減がレアじゃないですかねあのー 表面はは焼けけててますすど、中は赤身がしっっかり残ってるんですよね。この赤みがやっぱおいしい <laughs> 赤みがおいしいこれはやっぱあのね、あのーうん、人間もね大昔何万年も昔っていうのは、えーね、動物の赤み、ね、生肉を食べていたはずなんですよねそれから日,日が発達しても焼いた焼いたに対して食べるようにもなったんですけども基本的には、えー、生肉おいしい生肉おいしいですよね あの馬刺しとかですね今はちょっと中止禁止になってるんですかね牛刺し刺身美味しいですよね本当にえ魚も刺身が美味しいですよねやっぱり生の魚美味しいなと思います本当とあのそういう意味ではもう私たち人間はまあね心が大切、ねえー、と言いますけどもやっぱり肉体 <laughs> 私のか私たちの体を作っている肉体、肉体を大切にしないといけないなと思います。この肉体っていうのはやっぱり動物としての肉体ですよね。ですからあのー、ね何て、えー、かな偉そうなこと言というか高そうなあの、えー、心の時代とかありますけども、私最近の心の時代も。 大切だと思ってるんですよね、まあまあ、私の心も大切だと思ってるんですけども、えー、それと同時にやっぱりあこの肉体も大切だなと思います本当にあのー、ねそれこそ、えー、体に関する本をの書入門書を読んで勉強というかですね頭に少しずつ基本的な知識を得ているとあ人間の体っていうのはすごいなと。 この栄養分を取り込んだりそれこそ免疫機能を発揮したりええねえいう機能というのはもうすごいんですよねこの肉体の素晴らしさ人間の肉体の素晴らしさというのは改めてちょっとねえ感じてるところですよ本当にだからあのうんだからこそ歩いたり走ったりねジョギングしたりね室内で自転車をこいだり することがやっぱりこう基基基本的基本本的的なななののかなって思いますえー、っとねあの修行のためにね、えー、ただ黙ってなんてうかなあ心を鍛えるために、えーね、ずっと座禅をして肉が落ちてね骨と皮だけになって、えー、という修行とかとかねいろいろ書いてありますよね。 それはやっぱりこういわゆる苦行というだけでまあ本当のこうなんてゅうかなあ本当のかな満足というか、えー、はちょっとそれじゃちょっと厳しいのかなとやっぱり、えー、ねおいしいものを食べてね健全にこうね肉、えー、体を作ってでその上でやっぱりこうね心を自分の心を見つ,見つめるということがやっぱりいいのかなと思っておりますよ。本当にあの 肉体は滅びるんですけども肉体は滅びますもう何十年もすればですね肉体この肉体もあと何十年もつんですかね,ね滅びてしまうんですけどもその滅びてしまう肉体なんですけどもできるだけこうねリフレッシュして、えー、このね、えー、なんか情けない顔を顔を含む肉体を少しでもケアしながら、えー しててていいきたいなって思っ思るんですよ本当にあの。ということで今日は、うん、体健康そして肉の大切さということでお話になりました。それでは今日もいい一日を過ごしましょう !Have a good day! バイバイ